前にさ、この店に連れてきた男、若いの覚えてます？青戸さんですよね。ああ、そうそう、それがね、この前来ましたよ。え、嘘、え、一人で？あ、いや、もう一人女性の方と。マジで、うん、え、あいつの彼女とか？あ、いや、そういうんじゃないと思います。会社の人間か？いや、それも違いますね。あ、そう、そうなんだ。それで、青戸さんがどうかされたんですか？ああ、そうそう、うん、青戸がね、うん、なんかね、会社を辞めたがってるらしいって。え、そうなんですか？そんな話してなかった？全然。あ、そう。いや、俺もね、たまたま会社で女の子たちが話してるのを耳にしただけで、確証はないんだけど。本人には聞けるわけないでしょ。聞けないでしょ、普通。そうですよね。まあ、それとなく聞いたんだけど。聞いたんだ。いや、それとなくですよ、それとなく。おー、ダイレクトじゃなくて、こう、何？雰囲気？お前会社辞めるのかとか、そういう直接的なことじゃなくて、会社辞めたくなったら俺に言えよって、それとなく。いや、それも結構。いや、でもさ、まだはっきり辞めるって言われたわけじゃないからさ。辞めるのかい。あ、それで、あの、その一緒に働いてて、なんかそういう気配みたいなものあったんですか？気配？え、何？辞める気配？はい。じゃあ逆に質問だけど、辞める気配ってどんな気配？あ、例えば仕事に力が入ってないとか、うんうん、時々上の空になっちゃうとか、うん、あと身の回りのものを整理し始めたとか。うん、いや、どれもないな。あいつ真面目だし、よく聞く指示待ち人間ってタイプでもないし、経験浅いから自分から動いて覚えようとしてるし。じゃあ辞めないんじゃないですか？そっか、うん、だけど、だったらどうして女の子たちそんな話したのかな？聞き間違いとか。だったらいいけどね。仮に、うん、仮にですよ、はい、あれ、俺会社辞めるかもしんない、辞めちゃいたいな、あ、きっかけあったら辞めちゃおうみたいな状態だったとするよ、はい、だけどあいつは俺には気配見せないんだけれども、心の中は揺れ動いてたりする、はあ、だとするとどうすれば辞めさせないようにできるかな。いや、どうすればって。いやいや、あの、俺がね、あいつに対して何かアプローチを変えれば辞めたいとか言わない。辞める時も健やかなる時も。はあ、赤羽さんは今のお仕事を辞めたいって思ったことないんですか？いやいや、もう30年もこの仕事やってるから、一度や二度じゃ、うん、あの、青戸さんと同じこう新人の頃とかは。ああ、新卒の頃、うん、新卒の頃、ああ、いや、あったかもしれないけど思い出せないな。じゃあ新卒の頃はどうして仕事続けられたんですか？いや、あの、入りたくて入った会社だから、うん、続けるのが当たり前っていうか。仕事が面白かった？いやいや、面白い仕事だけじゃなかったですよ。それよりも面白くない、面白い以前に何をどうすりゃいいのかよく分かってなかったっていうか。いや、よくそれで仕事続きましたね。ああ、それが普通だったのかな、あの頃は今と違って。あ、なんか思い出しました？思い出した。会社に好きな子がいたんですよ。それだ。え、それが今の家内です。はい、そうか、あいつも会社に好きな子いれば辞めないか。いや、それはちょっと。あ、ねえ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 、あいつの女の趣味ってどんな感じでした？はい、いやいや、あの、連れてきてたんでしょ、この前で。ああ、いや、だからそういう関係の人じゃ、うん、ちょっと前なら覚えちゃえるじゃん。1年前だか。え、なになになに、知ってんの？ねえねえ、あの、いや、あいつの趣味知ってんの？寝言。